ジン,タンジンタンは森下ジンタンから発売されている口中清涼剤である。医薬部外品。経費や発火能など16種類の木薬を配合して丸め銀箔でコーティングした岩薬。独特の匂いを持つ。そのためもあって携帯する際には専用の携帯ケースを使う。銀でコーティングをするのは銀の殺菌効果で保存性を高めるためである。パッケージに描かれた 登録商標である大礼服マークは有名である。タンの宣伝普及に伴い、大礼服着用の際のに覚悟を軍人が、俗称として人炭帽と呼ぶようになったほどである。タンの看板と浅草12階パッケージには、タンというローマ字のロゴもあるが、海外輸出用では、インドネシア向けタン、中南米向けジャンタンという風に、現地で、 人炭と読めるよう綴りを使い分けた。派生品として、グリーン人炭、梅人炭、レモン人炭といった商品が発売された。人炭の名前の由来は、儒教の教えの中心で、最高の徳とされる、人とと、良薬や、眼薬の意である。単を合わせたもので、藤沢南だけと、西村天衆からのアドバイスを受け、創業者である、森下博士が命名。 1900年に商標登録した。人ン,ンは1905年に改中薬として発売された。発売当初の人ン,ンは赤色で大粒のものだったが、年を追うごとに改良が重ねられ、1929年に現在の形となる銀粒人ン,ンが発売される。医療水準が十分でなかった当時の日本において創業者の森下博士が、 病気は予防すべきものであるという考えに基づき、毎日いつでも服用できるようにと、台湾出兵に同行した際、現地の住民が服用していたガニ薬をヒントに、開発したものである。発売当時は、謳い文句として、完全なる、懐中薬、最良なる毒消しという二分がついていた。やがて大正期に入ると、当時も多を振るっていたこれらに対しての予防を、全面に打ち出し、 訴い文句が、消化と毒消しに変わる。当時はこれらに対する治療法が徹底されていなかったこともあり、全国紙に1ページ広告を幾度も掲載して、消化を良くし、胃腸を健やかにすべしとの考えをあまねく広め、定着させたことで、人探の売り上げはさらに飛躍することになる。なお昭和に入ると1ページ広告の隅に、昭和の常識と称した豆知識コーナーが、 添えられるようになる。明治、大正期に大阪の梅田、南波や東京の上野、浅草に広告塔を設置するなど、広告展開を幅広くいった商品としても知られる。当時は非常に珍しい存在であった飛行機で空からビラを巻いたり、上野の広告塔では掲げられた人感の2文字に電球を配して夜でもわかるようにするなど、パブリシティを重視し、 その広告宣伝手法は当時から話題を呼んでいた。また、京都市内の街中に戦前に貼られた広告は、長名版を兼ねていたものであり、現在でも戦火を免れていたるところに残っている。2010年になり、この看板を再び増やす計画が立てられている。他にも、JR 西日本沿線の滋賀県内や広島県内の各地では、 1960年代から1970年代頃までに、貼られたと応募式人胆の放浪看板が貼り、巡らされた建物も存在する。ありがとうございます。